何本も撮れちゃうと上げるのも大変だし、見る人も少ないしね。せっかく海の撮ってもアンチばっかり見てて、いやアンチ側コメント全然、なんだろう、自分が幸せな時ってそんなの気にならないんだよね。多分アンチしてるやつって不幸なんだろうね、自分がね、今ね幸せじゃないんだろうね。リアルが充実してないから人のアンチして一生懸命重箱の端をつついたようなこと書いてんだろうけど、聞かないよね、痛くも痒くもないよね。悪いけど今幸せすぎちゃって何の心配もなくなって、借金も返していける目処がついたし、これで頑張って働いて、今だったら目の前真っ暗だったもんな。でも長嶋さんも帰っちゃったし、これ給料倍になっちゃうし、やばいな。今週の稼ぎは来週ももっとやばいな。昨日悪かったんでね、昨日200行かなかった。200行くだけだってすごいのに、もう毎日も269とかすごい数だからね、行ってるの。幸せだな、ああ幸せ、はあ。まあ、うちの会長はね、口だけの人じゃないんでね、本物なんで、まあいろいろ言いましたけどね、口だけの人がね、まあ多いですよね、世の中。口だけいいことばっかり言って、はい。でもやっぱ会長が本物でしたね。うん、言ったことは必ずやりますね。うん、いや、長嶋さんで成長できた、俺は長嶋さんで成長できましたね。我慢強くなれました。まあとにかく仕事しない人で、長嶋さんの分まで働いてましたからね。よし、これから自分の家族と自分のため、そして借金返済のために頑張ります。もう贅沢もしないようにしてね、今度の給料日にうなぎ食うぐらいで、週に1回の贅沢で、あとはもう自炊で自分でお米炊いたり自分で作ったものを食べます、はい、もう贅沢しません。遊びに来てるんじゃないんでね、遊びに来てるんで、娘にねお金の管理もね来月からしてもらうことになったんで、娘のね靴をね買ってあげるんですよ、ジミー中、まあ、買ってあげられるようになったんで、まあ、喜んでくれればなと思って頑張ります。来週から本格的ですね。頑張ります。